さあ打撃隊はまあ爆発力はすごいんですけど、打撃隊自体はもう出たターンがちょっと貧弱で、そのターンに除去を打ち込まれると、頑張って守っても次のターン攻める力が残ってなかったりするので、3マナ11、そうですね、巣のサイズは非常に小さいので。さあ三ツ矢選手は除去もあり、お互いキープで1ターン目から動けそうですね。しかもミツヤ選手は除去除去を損根魔導し、アン1問と2枚ですかね。なかなか高ハンド、そうですね、ちょっと1枚分かんないですけど、もしかすると除去除去除去かもしれないです。まあ、でもこのマッチアップだったら除去はそうですね、全然嬉しいですね。さっきのマッチアップだとただのゴミガードになり下がってしまいますけど、このマッチだとしっかり、しかも1ターン目にちゃんとクリーチャーも出せるっていうのであれば、ね、攻めつつ守りつつっていう。対する高野選手の手札は土地がもしかしたら1枚、先日で上に置いてたんで土地がないとしても、上に乗ってるのは土地でしょう。タップインからスタートですね。三津安選手が損根魔導士というクリーチャーも結構速走、速攻がない速走という感じですけど、そうですね、まあ、ただこの能力は見た目以上に厄介なので、ほうほうほう、プラス1カウン、あ、ダメージの代わりにマイナス1カウンターを乗せるという、まあ、この能力のおかげでミラーマッチでハズレトを殺したりとか。なるほどなるほど本来倒せないはずの神が倒せる。そうですね。さあ三ツ矢選手手札全部火力っぽいですね。まあ、相手のエンドに打たなかったのはここで殺しつつ果敢を誘発させてしっかりダメージに変換していこうと。ここで土地が引けなかったみたいですね。そうですね、このアクションがないか。さあ三ツ矢選手は3マナしかないので、手札が2マナ2マナ2マナなのでエンドに1枚打つか悩んでる。ここ土地だと10ダメージ。さあちょっと悩んでますね、高野選手の土地が止まったことも含めて。もう一気にここで、そうですね、ダメージを解き放つか。最大で9点までですかね。そうですね、3点3点と果敢2回で全部で9点。1回目ですね、とりあえず。しかし高野選手も手札にチクレイ稲妻がありますね。多分この動きを見て手札にクリーチャーはないだろうと。果敢にスタックでチクレイ稲妻。さあこれで三ツ矢選手が、ダメージクロックを失ってしまったのでかなりの時間を稼げることになりました。そして、そして土地もちゃんと引けましたね。これで出ました、静電気式打撃隊。さあ三ツ矢選手はダメージクロック何か引きたいですね。ちょ、ここで除去を打ってで、さあこれ上々です。ペロキノン、なかなか悪くないですね。高野翔太選手のデッキは若干除去が少ないんですよね。これそうですね、クリーチャーを強化する呪文がたくさん入っている関係上、その分チクレイナズムが例えば2枚だったりとかっていう、はい、さあちょっとまだ先は長いですね。3点。ここまで一応削ることができると結構、そうですね、高野選手は次ちょっと土地が引けないともう1回、フェロギドのアタックが通りそうなので。さあ、ただ三ツ矢選手もここで除去を打つかどうか。ちょうど3の倍数なので結構難しいですね。
手札に1枚稲妻の一撃があるということで、さあこのターン土地がタップインだったのでもう一回フェロキドンが通りそうですね。なると一応見えてるだけで高野翔太選手のライフが3までもしかしたらいってしまうかもしれない。まあ、ここでクリーチャー出すので2位まではもう確定みたいなものですね。出さざるを得ない。うん、さあ余計して本体へ。でこの段のフェルキドンのアタックも通るので、もうラムナップの遺跡ですら致命傷になりうる。これでお、しかしターンが返ってきた。こっからワンパン、うん、ちょっと難しい、ね、打撃体じゃないとフリングが絡めば。フリングがあると余裕で死んでますね。実質ダブルストライクみたいなものですかね。そうですね。一応見た目が6点とハイドラ3回起動9点全然足りないくらいですね多分。うーん、この段どれだけ頑張ってもフリング引かないと18点ぐらいが最高ですかね。そんなにいかないな。15点とかですかね。でもやっぱりずっと先手先手で押し切られてしまいました。まあ、ここは生き延びるための一手ですかね。うん、さあしかし次のターンには届きそうですけどね。これはどうなんでしょう。ハイドラは殴らない、ね、いや殴った方がいいと思います。殴らないでちょっと次のターンも足りるか怪しいんで、このターンハイドラだけ殴ってでお祈りって感じですね。そうですね、ちょっとヘイストクリーチャーでも足りてしまうんで、またライフが少なすぎるんであまり守ってもねしょうがないんで、次のターンしっかり決めれるように。多分手札見た感じそんなに次のターンもダメージが増える様子はないので、じゃあ暴力の激励と、知識のカルト押しと、うん、みたいな。そうですね、このターンある程度削っとくと次のは絶対1資料に達するので。さあこれで6点入れて 7点ですかね。7点、最初3回起動したみたいですね。さあもうスペルでも遺跡でも足りそうな、何でもいい。おお、これで決まりましたね。第10期スタンダード神挑戦者決定戦決勝戦の模様をお送りしております。高野翔太選手のティムール打撃隊と三安祐希選手のラムナプレットで、三安祐希選手が第1ゲームを制しました。まあ、自分がスピードアップしなくても相手を減速させたら結局同じような展開になるので、今度はさあ三安選手はかなり手札良さそうですね。ちょっと除去呪文がないのが気になりますけど、その代わりクリーチャーがしっかり1ターン目から動いていける。で対する高野選手は、まあ、霊気との調和からスタートと。さあ三安選手の手札はもう赤タンオールスターが勢ぞろい。過酷な指導者、フェロキドン、ハゾレと孫魂魔導士、あとは全部土地ですかね。もう本当に除去がない以外はクリーチャーはかなり強いやつばっかりなので、これまで三安選手はもうずっとハゾレットでいろんなドラマを見せてくれましたから、今回もやっぱりゲームの鍵を握るのかなと。さあただちょっと除去はやっぱり引いておきたいですね、安心できるので。居合切りみたいな、その一瞬の隙が一撃でいかれてしまうっていう。さあ高野選手しっかりハイドラとカルト押しが見えますが、土地もありますね。さあエネルギーを使って、エネルギーを使って ハイドラ。さあ手札にカルト押しと、チクレイ稲妻もあるので、次のターン土地を引くことができれば
圧倒的な戦場になりますね。まあ、ここで野望のカルト手を有効に使うためにもやはりフェロキドンを除去したい。そうですね、まあ、このターンは、野望のカルト手つける意味がほとんどないので、一回知識のカルト手チクレイナズマっていうターンにして、あ、チャンドラの敗北を引いた持ってるのかな。お、これはとさあ最強生物がめちゃくちゃし出来上がってしまいました。一般的に赤タンに対してハンコンで殴るというのは有効と言われていますねあとマジック的にヘックスプルーフはやばいとすごい除去ができないとされているさあ、過酷な指導者はいるんですが、もうハンコンを持ってハイドラが殴っている以上ライフの支払いも何のその。これハゾレットですが手札の枚数もあってちょっと、ただもうちょっと対戦相手のハイドラももう神以上に強烈な存在になってしまってるので、これも実質悪残の天使と言っても過言ではない。悪残の天使よりもすごい除去できない、効かないさあより悪残っぽさが悪残になりましたねより悪残っぽくなって無理6点ダメージ6点ゲイン。そして手札には除去と、巨大崖の呪文もあるので次のターンくれば、これはもうすごいゲームですね。もう理想通りですね。しっかりフェロキドンを除去して野望のカルト押しで勝ち切るしかし誰がティムール打撃隊がここまで勝ち上がると予想できただろうかという。いやすごいですよ本当に。ちょっと最近スタンダードだったのに試してなかったですけど、ワールドマジックカップでもイタリアのキャプテンが使ってトップ4入賞してたので、それ結構実は自力があるというか。そうですね、この打撃隊デッキは最近注目を集めてますね。さあお互いワンマリガン、そうなんですよ、僕もマジックオンラインだったってボコボコにされました。ほう、まあ、めちゃくちゃ酔っ払ってたんですけど気づいたら気づいたら0にしてましたもうあまりに一瞬だったんで次の日起きた後も何に負けたか覚えてなかったリプレイ見てみたいな。本当に油断したりちょっとぬるいキープをしてしまうと一瞬で、ね、甘えを許さないデッキですね。打撃隊が1回残るともうほぼ終わりっていうのはやっぱすごいプレッシャーですからね。さあ三ツ矢選手は山々剣羅フェロキドン外れと外れと、またしてもちょっと除去がないのだけが咎められてしまうのかどうか。お互いトップですね。だ先日悩んでたんで除去かなって気はしますね。土地だと多分ノータイムで上なんで除去でしたね。うん、さあここで、まあちょっと土地が止まるのを恐れて悩んでたんですけど、一応除去は手に入れたので相手の一匹のクリーチャーをしっかりさばいて攻撃していく。ここで木花が獣の子。さあしかし土地がさあ高野選手はクリーチャーをしっかり追加できるか。手札にカルト押しを見るのでとりあえず3枚目の土地を置きつつ、ただつむじ風の巨匠もいるように見えますね。ならず者もいるんですね。手札かなり充実してますね。黒マナがないこと以外は、まあ初手あ、先日でちょっと野望のカルト押し残すかどうかを考えてましたけど、ならず者の生成。さあ三ツ矢選手もかなりいいギリギリでしたね。つむじ風の前にしっかりフェロキドン出しておけるので噛み合いですね。これはギリギリ間に合いましたね。
あでも沼を引けてそうですね。沼を持ってますね。ただフェロキドンが登場してしまったので、彼投手の一番の魅力であるライフゲインは封じられている。さっきのような少なくともイージーウィンみたいな形はちょっとできなそう。そして今手札に受けはないですかね。さあそうですね、昨日ちょっと話してたんですけど、フェロキドンってもう名前ついてるしレジェンドでよかったんじゃないっていうそれぐらい強い。フェロキドンって何なんですか、種の名前なのか。そうですね、プテラノザウルスみたいなもんですよね多分。こいつもちょっと能力つきすぎですね。そうですね、威迫とプレイヤーはライフを得られない。さあここでフェロキドンが殴る、うん、そして神が、まあ、まだ殴れないのが救いですね高野選手。ただもう次のターンは確定で殴ってきますし、やっぱりフェロキドンですね。まずはフェロキドン解けないことにはちょっと、うん、引いたのは顕在的防御みたいですね。まあ、ただ悪くはないですよ。そのもカルトーシュをつけるところまでしっかり妨害を弾けるのは確定したんで、あとはフェロキドンさえ解けられれば一瞬で逆転できるような展開が見えるので、除去呪文だけですね。除去が引けるかどうか。4枚のチクレイナズマか2枚のチャンドラの敗北ですね。ですね、まあ、概ね盤面はもう三ツ矢選手が有利で進行している感じですよね。さあエネルギーを貯めつつ、これでつむじ風の巨匠、うん、まあ、これでダメージ自体はかなり止められそうなので、トークンで、フェロキドンの能力でちょっとずつは食られますけど大ダメージを受けることはないので、おこれはナイスドロー。追加のフェイトベア起動するなら今だよってこれ高野選手とクリーチャー2体どちらも咎められてしまいます。そうですね、本当にティムロのクリーチャーには。そして起動したのはいいんですが、フェロキドンがいるため2点食らってしまう。さあただまあ、まだ高野選手としては受給が引ければという状態ではありますけど、ちょっと今の攻防で、エネルギーを使い果たしてしまったので、キバナガ銃がサイズアップできなくなったら痛いですね。ここでジャス選手がちょっとアタックを悩んでいる。まあ、行くとしても外れとだけになりそうですが、ああれか、手札が弱いからボーマともしかすると。開始であの、キバナガ銃のアタックをただただ通しちゃうとエネルギー2個で、2個上げちゃうような形になってしまうので、さあ2匹とも行きました。2匹とも行きましたね。さあミティアス選手手札が2枚目のハズレドともう今のところ不要牌なので、新鮮なカードに入れ替えようと。一ドロー、お、ここです。霊気拠点を引きましたが、いまだにフェロキドンを動かすことはできない。
さあこのつむじ風が頑張ってくれてる間に引けるか。もうちょっとエネルギーもつきかけてるのであんまり時間はないですね。三ツ矢選手としてはもう一枚フェロキドン引けるともう相手が除去がないのは明らかなので、そこまで持っていくことができれば。かし、厳しいですね。もうちょっと殴りに行くことすらなかなかできないので、ライフを冷たい状お、これはカルトーシュをキバナガジュにつけて攻撃してちょっとねエネルギーを貯めたい関係でキバナガジュができれば多分攻撃したいんだと思うんですけど、でカルトーシュ、まあ難しいですね。ちょっとフェロキドンの過酷な指導者両方いるんで、まあ、このターンはちょっと殴って到達してもあんまり、さあこれでエンド。フェロキドンのサイズをワンサイズ小さくするのみという、ティアス選手が除去がハンドに2枚、さあとりあえずまずはハザレットの、攻撃参加条件を満たすために何かしらのアクションが求められます。あの選手はちょっともう後がない、だからここは守れるので一回除去は現代的防御を使って守れるので、錯覚にもうこれをね失ってしまうと絶対に勝てないので さて顕在的防御で守ることはできたが、さあこれ遠くも時計るんですかね。この時計とハズレットで殴るとちょっと積み時間の巨匠がブロックに、そうですね、もうほぼほぼ強制で、使ってもそうですけどね、相手の大事なクリーチャー1体を殺しといた方が、まあ、だから高野選手もう除去引くしかないんで、うん、通すっていう可能性も、お、めっちゃブロックを9、フェロキドンをどかすことはできず、さあお、今引いたのは神ですね3枚目の、さあそしてこのアタックは通せないのでもうブロックするしかないですね。ここでフェロキドンの2点、神の5点、神の能力起動で9点あるんで、もう手札に何もないとしたらこれはもう盤面だけ見ると止めなきゃいけない。フェロキドンは威迫を持っているのでキバナガジュの子がもうハゾレットをブロックするしかない、チャンプブロックという形ですね。
さ、うん、遅いここで竹霊稲妻さあ、はい、決着しました。遅かった遅かった第10期スタンダード紙挑戦者決定戦決勝戦は、高野翔太選手とティムール打撃隊と三安祐希選手とラブナンプレットの試合、三安祐希選手が 2-1 で勝利を収めました。三安選手は、フロンティア新決勝戦のリベンジをスタンダードで果たしたと、これで果たすことができたっていう。いやーしかし見応えのある試合でしたね。あれ前のターン引いてるともっとわからなそうですよね。助教ちゃんと引けてれば最後にマジかっていう